それでは引き続き、かこえさんにお話をお伺いしたいと思います。ちょっとこれまでのお話がですね、我々2人とも経産省にいたということで、ちょっと特殊な経産省論みたいになっちゃってるところがあるんですけれども、こういった似たような取り組みって他省庁とか、あるいはそういう交流みたいな話っていうのはあるんでしょうか？そうですね、先ほどまで話してた、いわゆるアラムナイ、その省庁を辞めた後も卒業生としてつながっていこうというコミュニティの話は、経産省だけでなく、いくつかの省庁で始まっていまして、財務省とかもともとやっていましたし、私が経産省アラムナイを先輩と一緒に作った後、他の省庁とも混ぜてみんなでやっていきたいよねというところを、いろいろと友達に相談していったところ、総務省の友達も、じゃあ私、総務省に立ち上げるって言ってくださったりとか、あと、環境省の場合は、現役の官僚の友達が OB 組織作りたいと思ってたんで、僕、現役側から協力しますって言ってたりとかして、で、そこら辺どんどん混ぜてこうみたいな話で、霞が関アラムナイネットワークっていう Facebook のグループを作っていまして、一旦私と近い世代の人たちで100人ぐらい登録してくれてるんですけど、とにかくパブリックマインド強くって、飲み会すると終電まで日本の未来について語り合うみたいな。やめてるんですよね、はい、やめてるんですけど、なるほど。はい、めちゃめちゃ熱いコミュニティですね。その現役の方との交流とか、現役同士の交流みたいな話ってのもあるんですか？あ、そうですね。その官僚ってどうしてもその組織としての命令系統とか規則とか秘密保持とかものすごく厳しかったりするので、人と人とかつながり合うっていうところって結構その気軽にやりにくかったりすると思うんですよね。その中でコミュニティって、その個人でみんなが集まる取り組みっていうのは、霞が関においてこそものすごく新しい価値を発揮するんじゃないかなと思ってまして、コミュニティ自分で立ち上げたり事務局やってるのが6個7個8個ぐらいあるんですけすれどごいでも、すね。その先ほどの2種類のアラムナイに加えて、その現役の官僚しか入れないっていうコミュニティ、霞が関ティールというのを去年作りまして、今170人ぐらいの方々が登録してくれていて、Facebook のグループで、省庁を超えていろんな情報やイベント情報をお互い投げ込んだりとか、今度霞が関ランチ会とか、うなぎの飲む会とかをだんだんこう定期しようとしてるんですけれども。やっぱり最近はその省庁の壁みたいなものとかってなくなってきてる感じはあるんですあ、昔よりはすごくなくなってきてる印象はありますね。その結構どの政策テーマも1個の省庁で閉じないって、昔からそうなんですけど、よりその比率が最近増えてきましたし、内閣官房にそういった横断的な部署がもうどんどんもう肥大化しすぎるぐらい肥大化しすぎているので、その中でいろんな省庁出身の人たちが混成チームを作るっていうところがどんどん当たり前になってきてるなと思います。あと、交流で言うと、出戻り会っていうのがあるんですそうですね。正式名称はリボルバー会っか？ ていリボうのが、ル リボルビングドアになちるなほんど、でなるほど。呼んでるんですけれども、私は正確には出戻った官僚ではないので、宴会幹事のような立ち回り方をさせていただいてお支えしているんですけれども、その霞が関から一回転職したんだけど、また霞が関に就職した人というのが、本当3、4年前までは1人2人の世界だったのが、今大体10人ぐらいに増えてまして、その人たちがマイノリティで迫害されて終わるんじゃなくてですね、やっぱりそこ人ならではの価値の出し方っていうのがあると信じてますし、そういう人たちでの、コミュニティというのを少しずつ今作ってないるほど、はい。なるほど。じゃあ、そういう意味では、リボルビングドアもだいぶ飽きつつあるみたいな認識ですか？飽きつつある。あ、そういう、はい。昔はドアが閉まっていたリああ。ボルビングドアですけども。そうですね。その10人がそれぞれの省庁でのファーストペンギンとして今頑張ってくれてるので、彼ら彼女らの評価次第で次の人が続けられるかどうかが。みんな戻った方は戻ってよかったって思ってるんですかね？どうなんですどうでしょう、まだ頑張り中みたいな方が多いかなと思います。その入った方にとっては周りが多分味方してくれる人もいれば、ちょっと冷たい面の人、多分両方いると思いますので、どうやってその中で新しい風を起こせるかっていう、これから次第なのかなと思いますね。これまでの話もだいぶ出てきてるんですけども、はい。いわゆる例に挙げられた企業とかコンサルのアルムナイと役所との違いって一番どういうとこにあるって思ってますか？1個はそもそものその組織設計とか、その平均在職年数とか給与とか、そこら辺の組織設計が全然違いますよね。コンサルはご存知の通り、3年、5年、長い人で10年とかっていうのを当たり前に設計して、そこで辞めちゃっても全然いいっていうための前提でもう全て作ってると思うんですけれども、公務員の場合はもう全ての権利を守っちゃっているので、その新卒で入って終身雇用で、で、途中でむしろクビにしようと思ったら、その人に訴えられたら組織が負けるみたいななるほど。そうで中すでね。やっているので、圧倒的に前提が異なるかなっていうところがすごく大きいと思います。
私もベインというベイン&カンパニーというコンサル会社にいて、でまあそのアルムナイの中でもその IT 系と戦略系とでちょっとアルムナイの性質違うかなと思ってまして、そのベインとかマッキンゼーとか BCG ってアルムナイの人ってお客さんなんですよね。だから自分たちがその辞めた人が事業会社に行って僕たちを使ってほしいからっていう風にして行ってるっていう、まあアクセンチャーとかどちらかともう一緒に同じような仕事やろうよみたいな、なんかそういうお仕事ネットワークみたいな感じになっていて、でどっちもじゃあ役所がそういうことをやり出すと、特に前者のお客さんとしてのみたいな話をやり出すと本当に天下り癒着なんとかみたいな話があるんですけど、だからそれを防ぐ工夫とか、あるいはみんなそのこと考えてないよって話なのかってところはどうなんですかね。そうですね、一つはお金を伴わないようなお互いのプラスな関係は絶対できるなと思ってまして、例えば最近でもその経産省の若手って昔はどんどん外に出てって話を聞いてたと思うんですけど、デスクワークが最近多くなりすぎちゃって、うん、若手がなかなか外の人と話を聞く機会が少なくなってきてるっていうところがあるので、うんうんうん、しかも企業の人といきなり話すのも勇気がいるっていうことを聞くので、うんうん、そしたらじゃあ両方のこと分かってる先輩とまずは壁打ちしましょうっていうところが、まあ、ソフトランディングとしていい形なのかなということも思うのと、お金を伴うものであっても昔はその OB が業界団体の専務理事とかやって、うん、そこでうまくその官と民の間をつなぐっていうのを、まあ、給与を伴う立場でやってたと思うんですけれども、うん、業界団体とはまた違う形で今ならではのそういったその官と民の連携をある程度そこで活動することによって動くようなやり方もあるのかなと思ってますし、我々私のところでやってるパブリンクという会社も官民連携プラットフォームということで、うまく官民のつながりをオープンソースにしていきながらビジネスの考え方を混ぜていくっていうところに挑戦しようとしているので、うまくウィンウィンな形、どちらかがどちらかでお金を搾取するんじゃなくウィンウィンが設計できるんだったら新しい形があるかなと思います、うんうん、私も似たような形、その物流分野とかそういうところでやってて、やっぱり、はい、まあ、当然連携の数自体も少ないみたいな議論あると思うんですけど、やっぱり政策設計が難しいなというのがすごくあって、逆に言うと私は現役時代にどんなに雑に政策を作ってたんだろうってことなんですけども、今一個の分野をやるにしても細かいことまで分かってなきゃいけないし、まあ、あるいはテクノロジーも分かってなきゃいけないので、圧倒的にその政策とか細かいことまで分かってないと政策はできない、したがって専門家の人と交流しなきゃいけないっていう、もうなんか時代的にそうなってるんじゃないかなみたいなのがあるんですが、なんかそういう変化みたいなものって感じられますか？あ、そうですね、おっしゃる通り、いろんなそのタレント持っている人たちの混成チームにしていかないとうまくいかない問題ばっかりになってきてるなと思うので、デジタル庁の話もありますけど、うんうん、エンジニアを役所でどう抱えるかとか、そうですね、そうですね、デザイナーをどう抱えるかとか、マーケッターとか広報の人とかどうやってやるみたいな話があると思います。でそれを昔は役人はスーパーマンとして全部勉強して自分でやるんだっていう思想だったと思うんですけど、うんうん、そのために終身雇用で教育をし続けると、今の時代でそんなその動画スキルとか IT とかマーケットとか全部一人でできるわけがないので、そういう人をこう要所要所でチーム作れるような柔軟なチーム組成の組織設計っていう方がすごく大事なのかなと思います。そこはもう変わったのかしら、役所って。いや、まだまだだと思います、うん、やっぱりそのさっき最初前回前々回の動画でも話しましたけど、その、はい、役所の無牛性と役人のスーパーマン性っていうところがいつなくなるんだろうっていうのは、そうですね、まだあるのかな。ある程度あると思いますね、うん、そのちょっとミスったのがあったらやっぱり国会とかで言われたりっていうところがあるので、うんうん、なかなかこうリスクを犯しにくいっていうところはいまだに残っちゃってるかなと思います、ね、うんうん、まあ、無牛性はもう、まあ、言いたいことはいっぱいあるけど、まあ、はい、しょうがないとしても専門性も無理じゃないですか。そう、全部は絶対無理ですね。なんで専門性で回しながら、はい、あ、ごめんなさい、ジェネラリストでいろんな部署を回しながら、はいはい、専門性もできるって思い込んでるのかってすごい聞きながら不思議だったんですけど、そうですね、どうですかって囲いさんに聞いても厳しいかもしれないですけど、いやいや、私なりの解釈としては、はい、そういった多様な人材が必要だってことは間違いないと思うんですけど、それを判断する幹部とかそういった層がそういった人と一緒に中の人として仕事した経験が多分あまりないと思うので、なかなか想像しにくいっていうのが一つ。その人たちは自分でマーケティングとか、はい、それこそ IT とかは分かるって思ってんのかね。どうなんですか。いや、勘違いしてる可能性はありますけれども。いや、まあそれこそそういうのって外に出たら完全に専門文化じゃないですか。そうですね。はい。それそうから、上の人のレベルの交流みたいな話っていうのはなんかできないんですかね。そうですね。上の方に対しての啓発活動、はいはい、実はこういう専門性があって、これはトレーニングしても
こう10年やらないと無理なんですよみたいなところをお伝えしていくってのはいいと思うんですけれども、どうでしょう。ただそこをその OB 官、その辞めた役所の会とか、はい、あと霞が関ティールって、はい、上は何歳ぐらいの方が出てらっしゃる感じですか。アラム内はもう60歳近い方も本当に上の方に行くといます、うんうんうん、まあメインは30代ぐらいなんですけれども、うんうん、霞関ティールは20代30代が中心で上の方で46、7歳ぐらいですかね、うんうん、なんか上がいるとまとめづらいみたいなのとか、まあ、昔ながらのこの序列持ってきちゃうからちょっとご遠慮みたいな、そういう配慮ってされてるんですか。今のところコミュニティを個人としてお互いを否定しない、マウントしないっていう人たちの間で広げているので、うんうん、今のところ心地いい。なるほど、ちゃんと顔を見てっていう感じですね。はい、でもまあ今後ゴジラとかキングギドラみたいな人がもし入って入りたいみたいな話があった時はちょっと要相談かなという感じですかね。はい。ありがとうございます。はい。引き続き、かこいさんへのお話を聞いていきたいと思います。この動画を見て面白いと思った方は高評価。それから、ソアツチャンネルへのチャンネル登録、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。